京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠のカフェトウショーゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い何が行くんでしょうか。カフェトウショー前に行きそうです。これに続くのがナルシスノワール、その外にオーショーバルカ、その外からフレンチセレナード、その外に戦国翡翠ミルフォードスルー、そのうちに続いています。内からは成田力、これに続くのがミスタースペイン、緑の帽子レガシーフィールド、その後ろ、その後ろからはジョー・ロアリン、並んで7番レッツゴーターキン、インターアニマート、すぐ後ろ京都競馬場3コーナー坂を上りそして下っていきます。ここで千両役者先頭に変わりました。ナルシスノワールほとんど差がありません。大宅ヘリオスいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は千両役者、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立った大宅ヘリオス、大宅ヘリオス先頭引き離しにかかる、あと 200m 大宅ヘリオス先頭だ、後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか、大宅ヘリオス独走、大宅ヘリオスぶっちぎりです。大宅ヘリオス1着、2着はナルシスノワール、大宅ヘリオス春の安田記念秋のマイルチャンピオンシップも制し国内マイル戦線の頂点に立ちました。Thank you.